フィレオフィッシュフィレオフィッシュはファーストフード経ンのマクドナルドが販売しているハンバーガーメニューの一つ。フィレ、フィレは骨のない魚の切り身を意味している。あっさりとした白身魚のフライにタルタルソースがかけられ、スライスチーズと共にレギュラーバンズに挟んで提供される。またバンズはスチーマーで蒸したものを使用する。またスライスチーズは 半分にカットしたものが使われる。日本マクドナルドでは、モーニングサービスの時間帯を含め、終日販売している唯一のハンバーガー商品である。1959年より、オハイオ州シンシナティで、マクドナルドのフランチャイジーとして、店の経営に当たっていたルーグルーンは、開業当初から経営難に直面していた。理由の一つに、地域の宗教上の問題があった。 グルーンの店の周囲にはカトリックの信者が多く暮らしており肉を食べてはいけない金曜日になると客足が遠のいていた。また灰の水曜日から復活祭までの約40日間も売り上げが大きく落ち込んだ。グルーンは近所にあったビッグボーイのチェーン店が魚のサンドイッチを提供していることを知った。これをヒントとして独自の魚フライのホットサンドイッチを作るための 試行錯誤を始めた。1961年、グルーンは最初におひょうの切り身のフライトタルタルソースを使ったフィレオフィッシュを完成させ、店での販売許可を得るために、マクドナルド本社のレイクロックとの交渉に臨んだ。しかしレイクロックは、店が魚臭くなるという理由で当初この提案を却下した。グルーンは諦めずに粘り交渉を続けたところ、レイクロックから、 フラバーガーを売ってみたらどうかと逆提案を受けた。クロックが提案した、フラバーガーはパイナップルの上にチーズを乗せて焼いたものを挟んだホットサンドイッチだった。グルーンとクロックはどちらのメニューが売れるか賭けをすることになった。1962年のある金曜日、グルーンの店でフラバーガーとフィレオフィッシュのどちらが売れるかのテスト販売が行われた。結果、フラバーガーは売り上げ6ドル。 フィレオフィッシュは350ドルを売り上げた。クロックは負けを認めた上で魚のレシピをメニューに加えることに同意した。ただしフィレオフィッシュに使う魚をおひょうではなく別のものにすることを求めた。おひょうは漁獲口の増減が大きく値段の変動が大きいためアメリカ全土に展開するには不適格であったからである。代わりとなる海産物をテストしたところ当初はハマグリに パン粉をまぶしたものが適しているという結論が出た。このレシピにディープシードーリーと名前を付けてテスト販売したが調理法が難しかったために断念することになった。最終的に大西洋ダラをフライにしたものをフィレオフィッシュと命名し全米のマクドナルドのメニューに載せることになった。アメリカではアラスカでのダラ類の漁獲口の減少により 1996年9月26日にフィレオフィッシュをメニューより外し、高級志向のフィッシュデラックスを加えると発表した。しかし、顧客からフィレオフィッシュを復活を要望する内容の手紙や単願書が多く寄せられ、1998年3月22日にメニューに復帰させた。日本マクドナルドは原材料に関する問い合わせに対し、2001年に 使用している白身魚の種類をスケトウダラであると回答した。また、日本以外では、マダラや深海魚の放棄、メルルーサも使用されていると回答。2019年現在、同社はアメリカベーリング海のスケトウダラを使用し、タイで加工した後に日本に輸送している。インターナショナルヘラルドトリビューン氏は2009年9月10日付の紙面で、 マクドナルドだけで年間約7000トンのホキを消費していると報じた。またこの漁獲により、ホキは絶滅の危機にあり、ホキの漁獲量の制限が行われているとした。2013年1月、マクドナルドは全米で販売するフィレオフィッシュについてはすべてアラスカ産のスケソウダラを使用すると発表。また、このスケソウダラは、 海洋管理協議会から持続可能性な量で流通されているとの認定を受けた。この認定は全米で展開するレストランチェーンでは初めてのことだった。しかし、ベーリング界でのスケソーダラ漁は底引きもので行われており、絶滅の危機にあるお表を混濁していると指摘されている。ありがとうございます。